ていただきましょう。さあ、ということで、どうしよう。さあ、使ってまいりますが、もう今日はお手手がやばいですね。日本の輪っか、こちらの日本の輪っかにご注目、まいりましょう。ワン、ツー、スリーにしたけれども、こういうふうに輪っかがつながってしまうというわけでございます。皆様に一点お願いしたいことがございます。拍手のポイントがだいぶずれてる、ね、切れ目が入っているとか穴が入っているなどで歌がありますので、その辺ご確認いただきまして大丈夫そうでしょうかね。さあ、ではこちら、さあ、では見逃した方のためにもう一度いきましょう。今度はゆっくりいきます。参ります。これでくるくるくると回してあげます。そうそうそう、なんとなくつながっているというわけですね。ありがとうございます。長くてる状態。さあ、ではですね、2本の輪っかを持っているお兄ちゃん、1本ずつ輪っかをこういうふうに持ってください。そうです、そうです。少し真似してください。こういうふうにですね、ゆっくりと揺らしてみましょう。そうです、そうです、そうです。そうするとだんだんと外れてきます。もう周りの音だからなんかないやろって感じですね。じゃあこちらメンバーの紹介です。よし、じゃあ吉野さんどうぞ触ってみてくださいませ。よし、ではそちらの輪っか参りましょうか。よし、お兄ちゃん両手で輪っかを持ってもらって、そうです、少しだけ高く上げてください。 OK、 ありがとうございます。ではこちらと握っていただいて、こちらの輪っかにご注目。参りましょう。ワン、ツー、スリーとしてあげると、手を離していただいて、この風にしっかりとつながるわけでございます。ありがとうございます。そろそろお返ししましょうか。もう訳が分からなくなってさあ、皆様からよく聞かれるのは、どの辺りで外れるのか、皆様から見まして、右の方をこの辺りに線をつけてあげると、なんとなく、外れてしまうわけでございますね。そして、おお、気持ちがこちらもつながった。見逃し、レッツピン、さあ、空にしたから、打ちつけてあげるだけ。さあ、これで4本。さあ、ではもう1本参りましょうか。よし、じゃあ、お待たせいたしました。じゃあ、こちらもお借りいたしましょう。ありがとうございます。さあ、では最後はこの近い距離で参りましょう。参りましょう。下から打ちつけてあげるだけ。めっちゃいい反応。こういうふうにしっかりと5本とも繋がってる状態。はい、こういうふうにですね、5本とも繋がってる状態でございます。さあ、もうそろそろ訳がわからんとなってきていると思います。そろそろ1本ずつ外して参りましょう。まずは1本、さらにもう1本参りましょうか。よし、では先ほどの、よいしょさん。では真ん中の輪っかしっかりと持っておいてください。いいですか。すぐ分かります。ワン、ツー、スリーってしてあげると、はい、こういうふうに外れるわけでございますね。ね、打ち合わせ通りでございます。さあ、さらにもう1本外してまいりましょう。さらにこれで3本、そして最後の1本もこういう状態しっかりとつながってますが、こういうふうに強いのが輪っかが外れてしまいまして、1本、2本、3本、4本、5本の輪っかの方までございました。ありがとうございます。さあ、願いを、
では手を離していただいて、さあそれでは皆さんご協力いただいた彼に皆様大きな拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれではですね、こちら鮮やかな風船が1本続けて白、さらに赤いよ、さらに黒色の風船が2本、こちら計5本の風船使っていきたいと思います。じゃあこちらのたくさんの風船をお互いの中にしまっておきまして、よいしょ、蓋をしていまして、最後にかけるのはおまじない。さあそれではですね、ステージに上がってご協力いただきましたので、プレゼントをこちらたくさんの風船を使ってご用意させていただきました。さあというわけでこちら、さあというわけでまもなくクリスマスというわけでございますので、本日はクリスマスバージョンの特別バージョンでミッキーご用意させていただきました。さあではですね、ご協力いただきましたので、こちらのミッキープレゼントしたいと思います。お気をつけてお持ち帰りください。さあそれでは皆さん、会場の方に拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。では皆さん、お持ち帰りくださいませ。ありがとうございます。さあ、ハッピーモデルございますが、続いての演目で最後の演目となってしまいます。
前回はですね、12月の31日、2023年から2024年になる瞬間、カウントダウンを我々が担当させていただくこととなりましたので、ぜひですね、まだ瞬間発表は若干余裕があるということでございますので、ぜひですね、また見てみたいなと思われた方は、2023年のカウントダウンの瞬間、お待ちしております。そしてですね、今後のステージもですね、歴史淡路島のイベントカレンダーというページがございます。そちらご覧いただくと、今後出演するパフォーマーが把握できるようになっておりますので、ぜひ今後出演される際にはですね、そちら参考にしてご指導いただければと思います。さあ、というわけで、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。